TSS 3940キャンペーン。育児の話題をお伝えする3940、石井アナウンサーです。こんばんは。今日はまずはこちらのグラフからご覧ください。はい、これは県内の産婦人科などの分娩取扱施設の数の推移なんですが、この10年間で20件も減っているんです。はい、まあ、こういったことで何が起きているかというと、ベッドも少なくなっているということで、はい、産後入院する期間が1週間だったのが4日間とか短縮傾向にあるそうなんですね。はい、そうするとお母さんが母乳育児とか子育てに自信が持てないまま退院してしまって、で自宅でも各家族家でフォローする人がいないなど問題が起きているということなんです。影響大きいですね。そうなんです。はい、まあ、こうした中、今日新たな施設が誕生したので取材してきました。こちらの建物、一見普通の一軒家に見えますが、実は今日開業した助産院なんです。安佐南区に誕生した宝助産院、吉田院長に案内してもらいました。こちらに、はい、キッチンがあって、本当に家のようですね。このキッチンと食卓、一般のお宅を訪れたような感覚なんですよね。 そうですね。はい、そしてこちらは和室なんですが、一見モデルルームのようにも見えるんですけれども、まあ、こうした部屋が3室あるんです。この助産院の最大の特徴は分娩ができることです。今県内の助産院で出産ができるのは実はこちらだけなんです。病院の出産とどう違うんですか？病院の場合はほとんど分娩台の上っていうことが多いと思いますので、ここでは、まあ、お母さんが自分でどういう姿勢がいいかっていうのも決めていただいて、それに対応するというフリースタイルですね。取り上げるのは助産師、以前は産婆さんと言われてきた方たちです。実はこの助産院は広島県助産師会で作りました。運営するのも助産師さん、そこにはこれまでお産の現場を見てきた中での思いがありました。入院期間は短い、すごく迷いの中で退院してしまう、後のケアができればいいなっていうのをすごく思ってました。キッチンでは吉田院長が薬膳料理を提供、産前産後も訪れやすいように料理教室なども開く予定だということですよ。一方こちらのスペース、骨盤ケアやヨガ教室、ベビーマッサージなども行い、気軽に妊婦さんやお母さんが集まれる場所、そして相談ができる場所を目指すということです。お母さん来てほっとくつろげて、これから育児を楽しくやっていけるなっていう自信を持って帰っていただけるような助産にしたいなと思ってます。本当に家庭的な雰囲気だなっていうのがすごく印象的だったんですよね。おばあちゃんとかお母さんに囲まれて出産するんだろうなという印象だったんですけれども、ちょっと情報を補足しておくと、こちらの出産、こちらの病院で出産しない方、病院じゃないですね、助産院で出産しない方も産後ケアはどなたでも受けられる、そうですか、参加できるということなんですよ。これ新米ママを孤独にさせないですね。そうなんですよね。なんか駆けつけたくなりますよね。私も出産した時、はい、とにかく助産院では助けていただいたの で、 やっぱりいろんな方助かるんじゃないかなと思いました。それから提携している安佐市民病院とも何かあった時は対応してもらえるということなので、はい、そういった面も安心なのかなと思いました。まあ、助産師さんがされているということで、はい、これから運営していくために寄付も募っているということです。以上3940キャンペーンのコーナーでした。